はい、美術で、日本を元気にする、絵画骨董買取プロ集華堂の田中でございます。突然ですがリンパの話をちょっとしてみましょう。リンパ絵絵画全集、これね、うちがなんかこれどう、これこの本自体もあるかもしれないけど、なんかコピーして一個ね、作った、これなんか図書館で資料か求めてきた時にちょっとこれ作ったのかな、この資料ね。で、まあリンパといえば緒方光琳ですよね。で、でまあね、緒方光琳って大体その称するものの、まあ大体 99% 乱物なんですが、じゃあ本物がないかって言ったら結構あります。で、まあそれなりにリンパというか、光琳の研究もされてて、例えばですね、楽観インプ集っていうのがございまして、こうやって写真でちゃんと研究が出てます。で、生成公園と公職員出てますけども、まあこれ実際問題として現物出てきた時に、新規に出てきたものについていいか悪いかっていうのを判断するのはまあ結構難しいですけれども、まあこう氷の時代となると、元の江戸も最初の方ですから、まあ、なんとなくバラッと汚いのが出てきて、それが光琳だよというふうには、もう現代ではちょっとかなり見なされるのは難しくて、もうあれですね、江戸が終わって明治大正昭和ときてのことなんで、まあ一通りそれなりに目が触れたのはもう一巡しただろうという感覚もありまして、まあ全く真実のものはそう簡単に認めてくれないというのが現実だろうと思いますね。で、基本的には伝来というか、まあ確かな伝来があったものについて、まあ認めるというのが筋だと思いますけれども、まあこういう研究がされているということは、逆を言うとですね、やっぱ真実のものが絶対ないとは限らないので、まあどっかのうちにずっと何百年でも眠っているものが出てきたときに、まあこれが果たしていいとされしていいものかどうかということは、まあまだ今後もまあ絶対出てこないわけじゃないから、こういう研究というのは非常に大事なわけでですね、で私たちもまあ何らかの形で新しく出てきたものについては、またかなり研究してどういう位置づけにするのかということをまあ検討するわけですね。まあテレビ番組で言うみたいに、本物か偽物かでバババッと白黒でつかない場合もまあ多々あるとは思いますが、まあさすがに光琳となるとですね、まあかなりある程度旗色を明快にしとかないと、まあ売り買いしづらいという面もありますが、まあどうしたって、ある程度の確からしさと絶対の確からしさと、これはもうね、いろんな図があるので、まあそれはその、ある程度仕方ないのがもう古画の世界です。で、そうですね、まあただ光琳ってね、もうとにかくリンパの中で言ったら、まあ田原宗達光琳で、これもあとまあ乾山も入れてもいいかもわかんないですけど、あと本阿弥光悦ですか、まあ非常にこう重要なところですね。まあただまあ現代アートのね、今の値段に比べたら、もう光琳なんて全然値段的には大したことないって言えちゃうかもしれませんけれども、まあ日本美術の基礎のところですからね、こういう作品群は大事に扱う必要がもう今後もあるわけですよね。ということで、緒方光琳の作品、リンパの作品とございましたらですね、絵画骨董買取プロ0120-26510、いつも骨董、それから LINE 査定はこちらの LINE の QR コードから、お願いいたします。